藤井はニック・ファジーカスのリピックを使ってスリーポイント、あとちょっとボール暴れてヒースに入った、ダンクでアギラール対パラス、佐藤君だけヘルプ、ヒースがいた、スリーポイント、ここはデパウェイ、出ると中での優勢また使われますからね。ここでスティール川崎、左に熊谷、右ヒース、ヒースダンク、篠山に戻して飛ばして前田スリーポイント、冷静に篠山選手いい仕事しましたね、あのディフェンスね、つない外にさばいてアギラールはどうだ、スリーポイント成功、今アレンのシュート1本入ってますし、ここでドライブちょっと意図的にドライブで収縮させて、はい、そうですね、いけたらあえていけばいいし、新潟に得点、ジャニング合わせてますだ、強い、いいですね、ジャニングが手を出す、はい、奪った藤井、さあ藤井が行ってアギラールのダンクで前半を締めました、佐藤縦に、うん、そうそうですね、こういうことですよね、ネパウェーダンク、今のようなプレーが僕絶対あの今の強い川崎のディフェンスには有効的になってくると思うんですよ、おっとジャニングに通した、柔らかい、2投目は落ちています、何を言ってるんですか、ああ、1点が来ましたね、ロスカレン、さあアレンが叩き込んでここでタイムアウト川崎です、いや中原さん、ここはスティールから速攻というシーンでしたけれども、これでも篠山に運ばせることしなかったわけですね、いやこれもいいと思いますね、ジャニング破って、おエンドバスケットカウント、ジャニングパスに変えて熊谷スリー、これが決まった、熊谷ここで第3クォーター終了、ポゼッションしたということでショットクロックがリセットなんですけど、24でリセットなんですね、ヒースダンク、増田、前田、アギラール、スリーポイント、アギラール決めた、新潟はまだロスコアレン、ネパウェ、2人ともコート上、一つヘジ、佐藤決めた、これボールが遠藤、スリーポイント、本間のパス、川崎です、ここで第4クォーター終了のブザー、